これを削除するには、削除するにはそのままタッチすれば消えます。一マスの場合は消えます。なるほど。右のこの棒の中の一番右のマスをクリックしたらこう長さ変えられるんですけど、はい、長さがマイナスになると消えるんですね。ああ、なるほど。こうすれば記憶が入ります。でこれを移動させる場合には、一番先頭のマスを持って移動させます。これを持って、あ、これですね。上下方向もいけます。でこれオーバーラップできるじゃないですか。はい。これがあの Windows 版のボーカロイドエディターと違うこれなんですけれども、ね、これはこの場合どっちが優先されるんですか。最終的な仕様になるかどうかは未定なんですけども、はい、この現時点の仕様としては、はい、あの新しいノートが入ってきたらそっちが優先されます。あ、上下に限らず。上下に限らず。だから、はい、あ、ライより下にあれば、はい、その下側のこの火が優先されるし、まあ、上にあっても下にあっても火が優先されます。なのでラは8分音符1つ分と10日になります。テンポのところですね、はい、テンポはこれで、クリックしてタップしていただいて、タップして、あ、そうするとスライダーが出てくるんでこれで、そうです、最大で300で最小で、20、はい、これを80と120、これはバッキングのドラムの、パターンです、テンポですね、今のところは2種類しか用意してないですけど、でドラムパターンは同じものが80と120になります。どうですか、外を出してみましょうか。ちょっと音が小さいですね。あ、違います、じゃあスロー80のものがちょっとスロー用のリズムパターンになって、そういうことになってますね。120が通常の、はい、そんな感じです。8ビートですね。はい、でこれで、あ、これは今のところこの音域しか表示されていないですね。これが C の3から、F の4まで。V1 の収録ピッチがどの程度であったかはちょっと私は失念してしまったんですが、あまり大きく離れていない音域で出しているはずです。1オクターブ半程度ですね、はい、そう広くはないですね。そうですね、これはまあ検討の余地はあると思っています。ただもちろん合成エンジン的には問題なく出せるんですけど、はい、GUI のこのプロトタイプの制限ではこうなっているという。なるほど。なんかこれでこれがリストモードですね。そうですね。ソングモード、ソングウィンドウになるんですか。あらかじめ作っておいたものがそこに勝手にリストされている。はい。を、メールしようとすると、メールで送ることはできるんですが、はい、今はネットワークにつながってないので送れないんですけども、はい、VSQ を添付してパソコンに送ったりすることができます。この IVOC、ソングっていうのが、送れるわけですね。そうですね。それか、これで削除ですね。もう一回これを、これはリバーブのオンオフ。はい。ここ、リズムのオン80、120。そうですね。小節の、制限がありまして、はい、今は1から17小節までですね。じゃあこれは小節を示してる。そうですね。で、ここを持ってスライダーでこうギュギュギュッとスクロールすることもできますし、これがもう小節番号になってるので、15小節とかってやるとここが15小節になったり、6小節目と一瞬で飛んでいくことができる。なるほど。ですね。じゃあコントロールの説明をしますと、はい、ここに三角のボタンがありまして、それを触ると今はダイナミクスとビブラートの深さとピッチエンドが編集できるようになっています。で、そうですね、まあ、発売までにはピッチエンド その感度も編集できるようにはしたいと思ってるんですけど、はい、今はちょっとまだできないようですね。で、ダイナミクスは
そうですね、あの書いたところがダイナミクスのカーブになって、例えば、下から上がってくるとか、そうですね、あとビブラートの深さでそのラーで伸ばしているときにビブラートをまあだんだん深くしたいといったようにこんな感じで、まあ、後ろにノートが見えているのでどこら辺で書けるかっていうのは分かる、はい、でこのビブラート の、はい、その速さとかそういうのは今編集できないようになってます。もう決め打ち、あの決まってるのは触れないようになってます、うん、あとピッチベンドですね、ビブラートかかっていると分かりづらいんで、ピッチベンドで、上げて下げるとかっていうとこう上げて下げるんですね、うん、っていう感じ、うん、